大体のコースが出来上がったら、残っている材料を使って仕上げをしていきましょう。空いているところに残っている材料を使って部品を付け足していきましょう。ビー玉が転がるかどうか通してみながらくっつけてください。竹ひごも入っていますので旗を作りましょう。竹ひごを切って段ボールの波の穴のところに差し込めば旗の出来上がりです。あとは残っている小さな材料を使ってどんどん模様を貼り付けていきます。箱の周りにも模様を貼り付けましょう。特に角の部分はセロテープが見えているので4箇所とも覆っておきましょう。完成したらしっかりボンドが乾いてからビー玉を転がしてみましょう。小さい方の滑り台は反対から登るのに成功しました。ここにも入りました。ゴールです。友達と交換していいところを見つけ合いましょう。